山形県村山市。四季を彩る最上川、川を渡った先に日本一の名城蔵がある。創業元和元年、この年400周年を迎える高木酒造。ここで醸される名酒14代は日本を代表する日本酒。15代目当主高木昭綱、彼こそが日本の清酒業界の頂点を極めた醸造家。400年間こう蔵を継続していくっていうのは、高木酒造っていうのが何を大切にしてきたでしょう。並大抵の努力ではつなげられなかったのかなと思います。その時代時代代々に非常にいいこともあり苦しいこともあったと思いますけれども、私の仕事というか最大の目的というのは次の代に伝えること、これが一番だと思っています。ですので私で15代目になりますけれども、14代までそういう次の代につなげるんだという強い心と意志があったからこそ400年そして15代つなげられたのかなと思って先祖に感謝しています。